腕を痩せるために筋トレストレッチ頑張ってるんだけど、細くなるどころかどんどん力こぶがごつくなってくる。そんな経験ありませんか？原因は猫背や内巻き型でずーっと力こぶの筋肉を縮めてしまっていることです。普通に手を下ろしているよりも腕を組んでいる方が楽だったり、肘をつくのが楽だったり、カバンを肩にかけずにこうやって肘にかけて持ってる、それも二の腕が痩せない原因です。力こぶや胸の筋肉をしっかり伸ばして、姿勢を正しくした状態で二の腕のエクササイズをして二の腕痩せしましょう。デスクワークや抱っこしすぎの方は1回で遅くなるので、メジャーを使って二の腕のビフォーアフター計測してみましょう。スマホは床に置いて見ながらやりましょう。まず両肘曲げる、伸ばし切る。体の正面でこれをやっていきましょう。しっかり曲げ切ってからしっかり伸ばし切ることが大切です。ふう、呼吸は止めないようにして、ゆっくりでいいので普段動かさない範囲までしっかり曲げ伸ばしやっていきましょう。ふう、ラスト1回、しっかり伸ばし切る。 OK、 次そのまま内外にねじっていきます。これも急ぐ必要はないです。普段ねじらない範囲までしっかりねじることと、肘しっかり伸ばしておきましょう。運動不足の人にとってはね、これだけでも結構きついはずです。ゆっくりでいいから普段動かさない範囲までしっかりねじる。ふう、よし、 OK、 次このまま正面にパンチ。ふう、肘をしっかり伸ばしきる。ふう、余裕があれば内にちょっと拳をねじる。内にねじる。しっかり肘を伸ばしきる。ふう、ゆっくりでいいですよ。肘伸ばしきることが大切です。ふう、さらに余裕があれば遠くまで手を伸ばす、伸ばす。頑張って。ふう、頑張って。よし、 OK、 じゃあ次は肘を後ろに向かって伸ばす。ふう、伸ばす。ふう、しっかり伸ばしきっていきましょう。ふう、呼吸を止めないでゆっくりでいいから伸ばしきるんです。余裕があればしっかり曲げ切ってから伸ばしきる。しっかり曲げ切ってから伸ばしきる。ふう、二の腕効いてますか？ふう、急がなくていいですよ。普段動かさない範囲まで曲げ伸ばし、なるべくね姿勢正しておきましょう。ふう、ちょっとこうやって前傾になってももちろん OK です。ふう、頑張って。ふう、しっかり伸ばしきる。 OK、 ちょっと休憩の種目です。このまま肩甲骨大きく回すイメージです。ふう、ぐるぐる動かす。肩をね上げ下げで、なおかつ背中、肩甲骨ぐっと寄せる感じ、こうやって寄せる感じもあるといいと思います。上げる、寄せる、下げる、上げる、寄せる、下げる。しっかりぐっと、これもね慌てる必要ないです。普段動かさない範囲で大きくね肩甲骨動かすことが目的です。頑張って。よし、 OK、 次はね肘をこうやって曲げたままぐっと胸を開いて肩甲骨寄せる。ふう、開く。ふう、頑張って。ふう、しっかり姿勢よくして肩甲骨寄せる。ふう、寄せる。ふう、これもなるべく姿勢正してゆっくりでいいからしっかり肩甲骨寄せる。ふう、寄せる。ふう、肩腰痛みある方は痛みない範囲で行っていきましょう。ふう、ついてきてますか？ふう、早すぎてついてこれない方、再生速度遅くしても大丈夫ですよ。ふう、頑張って。次は両手万歳して手のひら外向けながら胸を張る。両手万歳して手のひらは外向けながら胸を張る。ふう、胸張るときに肩甲骨をぐっと寄せるイメージ。万歳して手のひら外向けながら胸を張る。ふう、これも慌てる必要ないです。ゆっくり、普段動かさない範囲で大きく動かしましょう。ふう、肩こりとかね、頭痛にもめちゃめちゃ効きますよ。ふう、しっかり万歳、肩甲骨寄せる。ふう、無理しないで最後の10秒サボってもいいですからね。よし、 OK、 次休憩ストレッチ。指先後ろ向けてこんな感じで手をつきましょう。で、肘伸ばしてぐーっと胸を張る。このね、腕の前面、力こぶのところですね、伸びてくると思います。結局この腕の前面とかこの胸ね、ここが硬いと猫背巻き型になって、いつまで経っても二の腕に脂肪がつきやすい状態が変わらないってことになります。だからね、根本的に二の腕に脂肪つきづらくしたいって方はちゃんとこうやって前面も伸ばしましょう。なるべくぐっと胸を張る。余裕があればもっと後ろに手をついてもいいと思います。力こぶのとこ胸が伸びてれば OK です。よし、 OK、次は手のひら真横に開いてぐーっと胸と肘を伸ばす。
肘伸ばして胸を張る。ふう、横から見るとこんな感じ。しっかり胸張って、なるべく手はね、体の後ろにグッと、でなおかつ手のひらを真横に向かってグーッとね広げるとよりきついです。ふう、胸、腕、この辺がね伸びてればそれで OK。 ふう、 OK。 次は手を後ろに持ってって、ここでくるくる回すイメージ。難しいですよね。ふう、肘は伸ばしたまま後ろでくるくる回す。これ難しい人ね、肘曲げてもいいですよ。こんな感じでももちろんいいです。ただね、肘伸ばしてる方が二の腕に効きます。くるくる回す。これね、ちょっと難しいと思うんですけど、しっかり肘伸ばして肩甲骨をね動かすってイメージです。頑張って。次、休憩ストレッチですよ。なるべくね肘は伸ばしておきましょう。 OK。 じゃあ次、右手肘を床に置きます。左手万歳です。指先遠くに向かってぐーっと伸ばしていきましょう。脇の下、脇腹伸びればそれで OK です。呼吸はね止めないようにしましょう。伸びますか、脇の下、脇腹。余裕があれば手をさらに遠くへ伸ばす。で、これどの方向が正解っていうよりも伸びる角度が正解です。真横に倒したり斜め前倒したり、自分がね伸びる位置探してみましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 次、左手、左肘ベチャって床について、右手を横に万歳、指先遠くに向かってぐーっと伸ばします。脇の下、脇腹伸びますか。ちょっとね前に倒したりするとより伸びたり、伸びる位置が変わったりします。どの角度が正解ってのはないです。自分がね、あ、一番伸びるなーって位置探してみましょう。で、肩腰痛い方は痛みない範囲で行っていきましょう。呼吸は止めないでしっかり伸ばす。よし、 OK。 次は後ろに向かってパンチします。パンチ。難しいですよねこれね、意外とね。しっかり肘を伸ばしきる。うまくできなくても大丈夫。肘を伸ばしきって二の腕を使うってことが目的です。で、こんなに速くなくてもいいですよ。ゆっくりね、こうやって自分のペースでも OK。 ふう、しっかり曲げ切る、伸ばし切る。ふう、なるべく胸張っておきましょう。ふう、ふう、疲れてきたら休憩、サボっても大丈夫。最後までね乾燥すること、あとはね日常の中に習慣としてズボラストレッチをね取り入れることが一番大切です。嫌にならないようにね自分のペースでやっていきましょう。 OK。 次、手のひら合掌して肘曲げ切る、伸ばし切る、曲げ切る、伸ばし切る、しっかり曲げ切って伸ばし切る。これも慌てる必要ないです。曲げ切る、伸ばし切る。ふう、なるべくしっかり曲げ切る。この時もね姿勢なるべく正しておきましょう。肩腰痛みある方、痛みない範囲で大丈夫です。無理しなくていいですよ。ふう、もちろん一種目まるまる飛ばして水分補給しても大丈夫。動画を途中で止めてもいいです。再生速度を変えても OK。 ゆっくりついていきましょう。よし、 OK。 次、また休憩ストレッチ。指先後ろ向けて、さっきと同じように二の腕の前面、力こぶ胸のあたり伸ばしていきます。なるべく姿勢をぐーっと垂らす、胸張る感じです。余裕があればもうちょっと後ろに手をつくとより伸びてきます。あんまりね肩に力が入ってこうやって肩上がっちゃわないように気をつけましょう。胸を張って、ふぐーっと胸をね前に突き出す感じだとより伸びてくると思います。ついてきてますか皆さん。呼吸だけ絶対止められてくださいね。よし、 OK。 次はねクロールです。大きくクロール。できる限り大きく回してほしいんですが、こんなにね手を動かすスペースないよって方、こうやってね手を添えて、これでもいいです、もちろん。普段動かさない範囲で前回し、でかく動かせる人はこうやってクロール。こんな感じでもいいです。実際にねクロール、肘曲げてやるんで、肘曲げても OK。 大きく動かす。で、こんなスピード速くしなくてもいいですよ。自分のペースでついてきてください。 OK。 次は右手上げて右肘を左手で持ちます。
こんな感じでぐっと引っ張る。二の腕、脇の下、脇腹伸びると思います。右側が伸びてます。余裕がある人はこの右手で肩甲骨触ってあげるとより伸びてきます。ふー、二の腕、脇の下、脇腹伸びれば OK。 しっかり体をね、左に倒してあげるとより伸びてきます。ふー、呼吸は止めないようにして、肩腰痛みある方、痛みない範囲で行いましょう。痛いまま無理してってもいいことはないです。 OK。 次、左手上げて、左肘を右手で持ちます。左の二の腕、脇の下、脇腹伸びてますか？余裕がある人は左手で肩甲骨触ってあげるとより伸びます。さらにね、体倒すともっと伸びてきます。ちゃんとこうやってね、二の腕使ったら伸ばす、使うこともね、伸ばすことも両方大切です。まあ、ボディビルダーみたいにね、ゴリゴリの二の腕にしたかったらストレッチとかいらないんですけど、皆さんはね、細く引き締めたいのでしっかりストレッチも行いましょう。 OK。 じゃあ次はね、指先は自分の方向けて後ろにこうやって手をつきます。そのまま肘曲げ伸ばし曲げ伸ばし、見えますか？しっかり伸ばしきる、曲げて伸ばしきる。伸ばしきるときに二の腕使います。で、伸ばしきったとき胸開くイメージ。これもね、肩腰痛いよって方、痛みない範囲で行いましょう。で、もしきつかったらね、こうやって後ろに手をついて肘伸ばしきる。これだけでもね、十分二の腕使います。頑張って、よし、 OK。 じゃあ次はね、真横にパンチしていきます。しっかりパンチ。で、さらにパンチの時にさっきみたいに内ねじり加えてみましょう。ボクサーはね、パンチ打つ時にこうやって内ねじりしながらパンチ打つんですよ。こう伸ばしきる。これもね、急ぐ必要ない、しっかり伸ばしきる。で、これもね、スペースないよって方、もちろん正面にパンチでもいいです。肘を伸ばしきる、ねじる。頑張って。この次またね、休憩ストレッチですよ。しっかり肘伸ばしきって、伸ばしきる、伸ばしきる。 OK。 次、右で右肘を床について、左手万歳です。左の脇腹、脇の下伸びれば OK です。広背筋という背中の筋肉を伸ばしてます。これね、なんで二の腕なのにこんなに背中、この広背筋のストレッチね、何回も入れるのかっていうと、これ実は広背筋の始まり、腕なんですよ。腕から骨盤までついてるのが広背筋です。なんで僕の中では広背筋、背中腰の筋肉なんですけど、二の腕の筋肉の一種だと僕は思っています。しっかり指先遠くに向かってグーッと OK。 次、左手左肘床ついて、右手万歳して、指先遠くに向かってグーッと伸ばしましょう。脇の下、脇腹伸びてれば OK。 指先遠くに向かってグーッと伸ばす。呼吸吐きながらね、遠くに伸ばすとより伸びてきます。呼吸はね、止めないようにしましょう。ここからね、徐々にクールダウンに入ってきます。結構ね、肩に力入っちゃって、逆に肩凝っちゃったよって声もあったので、前回は、今回はそんな肩もしっかり最後ストレッチしていきます。じゃあ普通にこうやって座ったままですね、肩グッと上げ切る、ストンと下ろす、ここ使って上げ切る、ストンと下ろす、この肩凝るところですね、ここを使ってしっかり上げ切る、ストンと落とす、しっかり上げ切ったらストン。で、もしできたらね、ちょっと胸張った状態でできるといいと思います。こうやって猫背でやるとあんまり良くないです。ちょっと胸張っておきましょう。しっかり上げ切る、ストン。これもね、慌てる必要ないですよ、自分のペースで。しっかり上げ切る、ストン、上げ切る、ストン。 OK。 じゃあ次は右手をこんな感じで後ろに回して、首を左に倒します。これだけでもここ伸びると思いますが、左手でサポートしてあげましょう。左の首のストレッチをしています。これもね、どの方向に倒すのが正解っていうよりは、真横倒したり斜め前倒したりして、自分がね、ああここ伸びるなーって位置探してあげましょう。で、あんまりこれも猫背になっちゃうと良くないです。姿勢できる限り正しておきましょう。ただ首の筋肉すごい細いのでね、嫌な感じするなーって方は無理しなくて大丈夫です。よし、 OK。 次は左手後ろに回します。で、首を右に倒します。ここが伸びます。
右手でサポートするとさらに伸びてきます。肩、腰、首、嫌な痛みあったらすぐにね強度緩めましょう。ふー、でこっちの肩こうやってついてきちゃうと NG です。しっかりね肩下げておきましょう。ここのストレッチです。呼吸はね止めないようにしましょう。最後にねたくさん使った腕をストレッチしておしまいにします。 OK。 最後はね手のひらをこんな感じで床につく、指先自分の方について手のひら床つける。横から見るとこんな感じです。ここ伸びてれば OK です。で手のひらねべちゃーっと床につかなくても大丈夫です。この二の腕とか手首伸ばしてます。で、ね、だいたい皆さんデスクワークの人とか手首が硬いので二の腕ってよりもね手首が伸びるんじゃないかなと思います。それで合ってます。なるべくね肘は伸ばし、しっかり伸ばしておきましょう。でうまくできないなって方はいろいろこう手のひらつくポイント変えたりとか、ちょっとね体前に倒したりとかしていろいろ試してみましょう。ここが伸びれば OK です。でこれ長い動画だったんですけど、ここまで頑張った方すごいです。よく頑張りました。でもねまだ物足りないって方は概要欄に追加の動画貼っておきます。足汗腰肉貼っておくのでぜひ続けて頑張りましょう。で最近 Twitter インスタ頑張ってるのでぜひフォローお願いします。 OK。お疲れ様でした。よく頑張りました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。